はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ネフティスデッキをね、組んできたのでご紹介していければなというふうに思っております。ネフティスって、太古のね、この方針っていうモンスターがいたと思うんですけども、まあこれ以外にまあいろいろね、まあ何年前だろうな、ちょっと、まあ、2、3年もうちょっと前かなぐらいに儀式モンスターが結構追加されましてですね、儀式テーマになったんですよね。で、このネフティスたちのこの下級モンスターとか結構展開力が結構あって、で、エースモンスター送信が来たので意外と戦えるようになりました。はい。で、まあどういう展開していくかっていうと、これでネフティスってね、まあ儀式を連発して儀式モンスター並べていくっていうテーマなんだけれども、先行してやることがないんですよね、正直。あんまり相手のターンに妨害するネフティスモンスターがいなくて、なので先行は基本的にはその、ミスバルの巨神長ですね、ミスバルの巨神長で、妨害を用意していくっていう動きで、高校であれば、総王神とか、でけえモンスターを横に並べてぶん殴っていく、またはリンクモンスターで攻めていくっていう、そんな感じのテーマに、なっております。超獣族テーマなので結構ね、相性いいモンスターいくつかいまして、例えば王神長シムルグとかね、あとガルドニクスとか、この辺のモンスターも使っていけるんで、割とその大型の鳥をいっぱい出していけるという手においては、割とその楽しいデッキになったのかなと思います。なんかめちゃくちゃ強いデッキかと言われると全然だけど、総王神君かっこいいし、セーフかなっていうそんな感じですね。動かし方は対戦動画を見ていただければなと思うんで、早速ね、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。弱えなマンジゴット召喚、マンジゴット召喚効果発動、マンジゴット召喚して、儀式魔法持ってきてエンドですね、これ弱え、世界一弱え、このデッキ助けてくれ。一応儀式やろうと思ったらできるけど、出したところでさすがに弱いや、これさすがに弱い。一応ですね、送信はデッキから出してくるか、後から儀式するので、基本的にはその下級のレベル2のね、儀式モンスターを出していくのが最初なんですけども、これは増殖する G 打って、増殖する G 通んなかったら終わり、増殖する G が通んなかったら おしまいもん俺は。頼む頼む頼む、マジで。あ、 OKOKOK、 とりあえず通った OK。 で楽園開幕発動して、デスピアンコスト一番強いじゃないかよ、コスト世界最強じゃねえか、ふざけんな。で、はい、アルベルね、 OK です。で、アルベルからのデスピアンからの、やばいかこれ、いや、ワンキルされたらおしまいなんだよな。うわー、めちゃくちゃやべえモンスターサーチてんねやん。終わったなこれ、ほぼ。これ出てくるで召喚される、いや、ワンキル、あ、バトルフェーズ OK。 なんかよし、耐えた。増殖する時ケアか、増殖する時ケアだな、オッケー、耐えた、よし耐えたぞ、オッケー。で、俺のターン、ドロー。まあ、ちなみにネフティスの祈り手が通んなかったら終わりなんですけどね。ちなみに祈り手が通ることを祈っています。よろしくお願いします、よろしくお願いします。あ、通りそう、よろしくお願いします。ここはですね、レベル2を破壊して、で語り手を破壊されるとね、次のターンなんかいいことあるんで、でつなぎ手持ってきて、ちょっと本当にお願いします、 OK。 でネフティスのリンネ発動、 OK、 大丈夫だ、いける。これはリンネはちなみに総王神をリリースすると相手のカードを選んで破壊、あー OK、 もうワンキルする、絶対にワンキルする。相手はなんか増殖する時期はして、なんか展開止めたけど、俺は展開をやめない、僕は君が泣くまで投げるのをやめない。ネフティスのつなぎ手を送信をリリースして、儀式召喚することにより、この儀式魔法の効果が発動するで。この儀式魔法は送信をリリースして儀式召喚に成功した場合、相手のカードを1枚選んで破壊することができる。もちろんカードを破壊していく、その伏せカードはなんだ、赤の楽園。なるほど、ネフティスのつなぎ手の効果発動、つなぎ手の効果によりデッキから儀式召喚扱いでネフティスモンスター相対を召喚することができる。現れろ、ネフティスの祭り手。そして祭り手は特殊召喚に成功した場合、デッキからネフティスを特殊召喚できる。さあどんどん横に並ぶぜ、ネフティスの方針を特殊召喚、よし、特殊召喚めっちゃしてる。2ビル飛んできたら終わる2ビル飛んできたら終わるか、そんなことは関係ない。
俺はネフティスの祭り手とネフティスの祈り手をリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れろ守護神ネフティス。そして守護神ネフティスの効果発動。守護神ネフティスの効果によってデッキからレベル8の、超獣族モンスター1体を手札に加え、そして墓地の儀式魔法を回収することができる。これにより特定のカードを手札に加える。ネフティスのリンネ、そしてネフティスのリンネを発動。ネフティスのリンネの効果により方針、いやこっちリリースするとこうなっちゃうから、これは方針をリリースしたんだよな。ネフティスの方針を素材としてリリースし墓地へ送り、俺はネフティスの総方針を儀式召喚する。現れよネフティスの総方針。そしてこれでマジックカードが墓地に3種類溜まったぜ。俺は魔法使い族モンスターを含むモンスター2体をリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れろ神聖魔皇后セレーネ。セレーネ効果発動。お互いの墓地のマジックカードの数だけカウンターを置き、カウンターを3つ取り除くことによって墓地に存在する魔法使い族モンスター2体を特殊召喚することができる。うわー、ネフティスの祈り手を特殊召喚。そして神聖魔皇后セレーネとネフティスの祈り手をリンクワーカーにセット。風をつかめストームアクセス。召喚条件は効果モンスターに対象。現れよアクセスコードトーカー。アクセスコードトーカーの効果発動。アクセスコードの効果により墓地のリンクモンスターを除外し打点を3000アップ。アクセスコードトーカーの効果、アクセスインテグレーションバトルだ。よっしゃ、ゾウジーで止まってんじゃねえぞてめえ。ゾウジーにビビってんじゃねえ。男は黙ってゴリ押しだぜ。対戦ありがとうございました。うわーめっちゃつなぎきた、つなぎすぎつなぎすぎ、まあ、つなげてる、つなげてリリースできるかまだいいか。メンプスのリンネの効果発動。つなぎ手をリリースしてつなぎ手を出していくぜ。こうだな、つなぎ手をリリースしてつなぎ手を出し、つなぎ手が儀式召喚に成功した場合の効果発動。つなぎ手は儀式召喚に成功した場合デッキより儀式、あ、これあれじゃんね、チェーンで隠せるやつじゃん。やった、つなぎ手の効果によって次のスタンバイフェーズになんかいいことが起こるという効果と、デッキから儀式モンスター一体を特殊召喚する効果を持っている。そしてつなぎ手の効果によりネフティスの祭り手を儀式召喚扱いで儀式召喚する。儀式召喚とは、儀式召喚とは果たして一体何だったのか。ネフティスの祭り手を儀式召喚し祭り手の効果発動。祭り手はデッキより儀式モンス、あ、ネフティスモンスターを特殊召喚できる。俺はこっちでいいな。そしてネフティスの祈り手を召喚。ネフティスの祈り手の効果発動。祈り手の効果によって手札のつなぎ手を破壊し、デッキからネフティスモンスター1体を手札に加えることができる。ちょっと一回ちょっとふざけたモンスター出していいですか、まあ、ふざけてはないんだけど、ちょ最強モンスター出してよろしいか。僕ネフティスの守護神を出していく。そして守護神ネフティスの効果を発動。守護神ネフティスはデッキから超獣族レベル8モンスター1体を手札に加え、そして墓地の儀式魔法を回収する効果を持っている。そして墓地に存在するネフティスの祭り手の効果、手札のネフティスカードを破壊し自身を特殊召喚。そしてネフティスのリンネを発動。ネフティスのリンネの効果によってネフティスの総方針をネフティスの方針をリリースし特殊召喚。現れよネフティスの総方針。召喚ムービーをお前に見せつけてやるぜ。俺はネフティスのつなぎ手、そしてネフティスの祭り手、そしてネフティスの総方針をリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れろネフティスの栄養神召喚ムービーをどうぞ。かっけかっけ、これでドヤ顔ターンエンドだ。ちなみに栄養神ネフティスは素材にした儀式モンスターの数だけ効果を付与することができる。今3体儀式モンスターの、あ、これちょっと待って、破壊するのは祈り手、祈り手でいいな。祈り手破壊して
さらにカードを破壊することはできない。これは別に破壊しても何もないな。これは今何もない。いいえ。そして AOC ネフティスは儀式モンスター3体を相談にした場合、戦闘効果では破壊されず打点が2400アップし、そして相手の効果の対象にならないとかいうやべえぶっ壊れモンスターになっているぜ。アクセスコールトーカーとかは一応打点は抜けるが破壊することはできない。このモンスターは効果でも戦闘でも破壊されず効果の対象にはならない。なんという最強モンスター。ちなみに一応ねエクストラモンスターゾーンに出してると効果いろいろいいことがあるんですけど、ちょっとエクストラモンスターゾーンちょっと埋まってましたのでちょっとあの下に出すしかありませんでしたが、一応これが一応エースモンスターじゃエースモンスターですね私の。まあ本来であれば先行は一応その今の展開をして、オシンチョシムルグとユニオンキャリア出してあのミストバレーを出すのが結構多いんですけど、これもできるよっていうことを一応ねお伝えしたい。さあ恐竜デッキ、いや恐竜デッキ意外とさあれなんじゃないの、対象に取る効果意外と多かったりする。選んで除外とか選んでバウンスとかあったっけ。ちなみに選んでバウンスとか選んで除外とかがなければ多分 AOC ネフティスを突破することができないんですよ相手ほぼ。これ最強なんで4800無敵モンスターなんで今はい、選んで除外選んでバウンスとかはまあ怪獣とかは無理ですよ、もちろん怪獣とか無理ですけど、その辺がなかったら意外といけるんですよ。はい、あのまあ要は恐竜デッキでいうところの例えばですね、まあアルティメットコンダクターティラノみたいなモンスターもまあ守備表示にならないから無理じゃないですか。でまあパンクラトップスも無理でしょ。でバロネスが出てきても破壊されないでしょ。であと恐竜デッキだとなんだろうな、まあサイレントランズアークナイトみたいなモンスターで出てきても無理だし、アーゼウスきついですけどね。あ、アーゼウスきついな。アーゼウスこのなんか1200のバカみたいなモンスター殴られて、あのアーゼウス出されたら終わるなこれアーゼウス入ってっからこのデッキ。アルコン来たけどアルコンではそのモンスターは抜けない。アルコンではこの最強の炎王神ネフティスを突破することはできない。よしよしよし、そいつはいい、そいつはおとりだ。よし、まあ、5700ライフになってしまったからいいだろう。よし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 、突破できてないぞ、突破できてない。4800爆弾点は突破できてない。最強だ、やはり AOC ネフティ最強。マスカレーないいだろう。あー、アストラムやばいな、アストラムやばいねこれこのモンスター弱点が多すぎだろ、バカみてえな。でこれもしかしてマスカレーナ素材にしてあれですかね、飛んできますかね。アストラムくん飛んできたらおしまいなんですけど結構ドヤ顔でドヤ顔で栄養神ネフティス出したけど、このモンスターめっちゃ弱え。どうなってんだこれ、どうしよう、何もやることないな、これバトルするしかないか。アストラムやめてくれ、アストラムなんかやめてくれ、アストラムはやめてくれ。あ、リンキバーガー違えか、なんだこれ、アポロウサ、え打点低くねそれ、え、アポロウサ入ってないんだ、じゃあアストラムアクセスとかも入ってないんだこれ。まあアクセスだったら上から殴れるんだけどね。え、なんか相手エクストラデッキさては甘えてんな、なんか耐えてるぞなんか絶対返されると思ったこの展開、意外と耐えてる、なんか謎に強い。え、ハリアゾンしてさ、なんか A4C ネフティス突破できるカードなんかあったっけ、なんかない気がするんだけど。あ、竜騎神とかってことかな、天意の。で、ネフティス殴って打点アップってこと、バレルロード、いや、別にいいけど、バレルロードは。え、これでなんか、え、打点4800超えられんの、なんか相手エクストラ弱くねえかまあでもハリアゾンするんだったら、まあバレルロードぐらい入ってるか。はい、トークン出てくる、え、突破できるんですかって話ですよね、これね。いくつになるんですか、打点が。4050。いや、突破できてない。やべえ。相手なんか一生 AOC 突破できてないけど、これ。いけんじゃねえか、これ。いけるぞ、これ。いける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 。うわ、来た、来た、クリボー。まあ、打点がゼロになるのは別に、ターン終了時までだ、それは。いいだろう。で、メイン2入って、で、エンドフェーズまでいっていいかな。エンドで4800、効果で破壊されない、戦闘では破壊されない、効果たちにならないモンスターがまた復活する。いいぞいいぞ、相手困ってるぞ。あとあのサベージをぶっ殺したらおしまいなんじゃないか。いける、いける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 
いけるぞネフティス頑張れ。効果はどうせ無効になるからこれバトルしよう一回で、これサベージぶん殴ってオッケーで、メイン2で動こう。メイン2入る。で、デクレアラーディバイナーからいけばいいか。ディバイナー召喚効果そうで、アークデクレアラー除外、あー墓地送るで、デクレアラー効果発動。デクレアラー効果で、まあさすがにこっちか、祭りで持ってきて、まあ、こっちですね。雷鳥もいらないんでこうして、で祭り手出していく。そして祭り手の効果発動。祭り手の効果によりデッキよりネフティスの祈り手を特殊召喚。そして祈り手の効果発動。もうまんじゅうこととかいうどうでもいいモンスターを破壊し、デッキよりこいつ持ってきて、そして俺はレベル2のネフティスの祭り手に、レベル2のネフティスの祭り手とネフティスの祈り手にデクレアラーディバイナーをチューニング、シンクロ召喚現れよ。破壊神フルールドネフティスフルールドネフティスの効果発動。相手の東京を破壊。うおー最強なんか相手のエクストラ弱かったな今回。エンド、あの本来であればですね、あのいとも簡単に突破される読みで、あの一応出してたんですけども、なんか謎に AOC ネフティス突破できると相手ヒーヒー言ってる間になんか勝てそうです。アレゴザウルスはでリンクリボー、あなるほど、今さらリンクリボーなんていうな。カードの効果を発動したところでな、フルールドバルネス君の効果によってその効果を無効にするんだ。破壊せよ、バリ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 最強だ。なんか栄養神強くなかった今回、なんか謎に栄養神強かった気がするんだけども、まあここ一回これ手間に加えて、でまあそのまんまフルールドバルネス君が発動して墓地で存在する。ネフティスを蘇生することができるぜ。再び復活せよ総神ネフティス。うおー最強バトルだ、いけネフティス、最強ネフティス盤面でダイレクトアタック。うおーエオン神ティア1っていうことでいいですよねこれは。あまあ増地あるからまあ耐えてるな、同時に通ってくれないと困るけど、なんか送信きすぎなんだけど。名推理、うわー、まあ増時打つか、増時打ってエルドかな、ドリッチですかね。ドリッチまたなんか最近結構強らしいですね。またね、永続トラップはやっぱね、あの強いデッキはなんかいつの時代もなんかなんだかんだ強いから困るよな。うわブロックドラゴン落ちてるやん、終わったくせえ。さすがにすげえカード入ってんな、煉獄はあ、なんかすげえカード入ってんなこいつ、なんだこれ磁石の戦士マグネットバルキリオン入ってるけど、え賢者の石サバティエル、え何これ何このデッキ、わからんなんだこれ、なんかすげえ墓地してるけど、デッキなくなるぞお前、そんな音したらデッキなくなるぞ。いやマジでなくなるんじゃないこれ、出せるモンスターいるのデッキの中に。でもいなかったら発動できないですよね、名水入れて。確かサバティエルめっちゃ落ちるやん、すげえの来たわ、すげえの来た、やばいやつ来たやんけ。えもしかして俺これ死ぬんですかこれ僕死にます、ブロックドラゴン、はあ、ブロックドラゴン、まあでもブロックドラゴンまだ2000枠ですからまだいいですね。これなんかリリースしてなんかあれですかね、なんかサーチするんですかね。あ、もう一回ブロックドラゴンか。はい。ブロックドラゴンめっちゃ出てきた。ブロックめっちゃ出てくる。で、ブロックドラゴンが並んでしまった。サバティエル君の効果何これ。3枚を除外するとフィードルモンスターいった対象にとって、そのモンスターの打点を一番高いモンスターの攻撃力分アップする。なるほどね。これなんかすごい打点になりそうだな。ドラッグラビオン。すげえ嫌な予感してきたわ。ドラッグラビオンでこれヌメロンドラゴンとか出さないですよねまさか。あーなるほど、
これヌメロンドラゴンの打点は一応9000になるな。え、これサバティエル使ったらいくつになるのこれ。え、え、え、は、は、